ちゃ。こんにちは。こんにちはってコメントに出てたら、なんかこんにちはっていうのが可愛いとか言って。こんにちは。こんにちは。はい。はい。木曜日ですよ、豊さん。ね、3年生振り返らないと。はい。はい、ちょっと変則日程でね。はいはい。うん、そうですね。緊急事態宣言も出て、うん、ちょっと日程なんかにも変更があったり、そうだね、はい、ちょっと日程が延期になったり。うん、だから2試合のチームもあるよね。はい、はい、そうですね、はい、というところで、はい、はい、振り返っていきましょう。はい、はい、ではまずセリーグから。はい、はい、はい、中日阪神、はい、はい、2対1、はい、6対1、はい、2対6、はい、2勝1敗です、はい、中日、うん、大野が初勝利を挙げたというね、今季、はい、大野がまだ勝ってないのかっていうような感じがしたんだけども、うん、ね、まあ西との投げ合いでね、まあ、佐藤のホームラン1本に抑えて、はい、やっぱまあさすがだね、大野はね、うん、やっぱこう我慢強くずっと投げてて、まあいつかいつか勝つっていうふうには思ってるけど、うん、まあちょっと遅すぎるっていうような感じもするんだけどね、はい、まあでもよく、まあ、初勝利、これで流れが、大野の流れが変わってくるでしょう。まあそれと勝つのが6対1で勝った試合なんかはやっぱ強打の守備が素晴らしかったわ、うん、あ、だから守りがあったっていうような、そんな試合展開だったし、まあ素晴らしかったよね、はい、で3戦目は、福谷チェンが、セリーグに戻ってきて、はい、元中日なんだけど、まあ古巣って言えば古巣だよね、古巣相手に、はい、まあ勝利を収めたというね、ただまあ阪神が名古屋ドームを苦手にしてたけども、うん、3戦目で名古屋ドーム8連敗を止めたということね、はい、これは大きな一勝だと思うし、うん、まあ、佐藤が、新人月間最多本塁打7本に並ぶという、大野から打ってね、はい、あの3月4月の月間本塁打だよね、はい、元横浜のね、村田にルーキーで並んだという、はい、まあだけど、まあ、中日も3連勝を狙ったんだけども、やっぱ好調阪神、梅野のリードも良かったし、はい、チェンに対してのね、で勝負を決めるスリーベースも良かったということで、はい、まあ、2勝1敗に終わったけども、まあ、中日もね、なんかこう調子が少しずつだけど出てきたかなっていうような3連戦でした、うん、はい、はい、では次、はい、はい、ヤクルト対巨人、はい、こちらが2試合でした。そうだね、はい、でスコアが11対14、はいで3対7、はい、ヤクルト2連敗です。そうだね、はい、まあ、ヤクルトも5連勝してたんだけどさ、はい、まあ、連敗したということでその勢いが止められた感じはするんだけども、まあ、ヤクルトの方で言えば村上が調子が上がってきてるし、うん、まあ、山田もいいという、まあ、両輪があのバッティングの方ではいいんだよね、はい、でオスナとサンタナも、まあ、そこそこ日本の野球にも慣れてきてるし、まあ、バッティングの方は心配ないんだけどさ、今まで頑張ってきてた投手陣に少し陰りが見え始めてるというね、はい、だからここら辺やっぱりちょっとヤクルトは踏ん張りどころかなっていう風に感じた2連戦、はい、で巨人の方はテームズスモークが、まあ、打線に加わり、もう本当見るだけで最強やなって思うぐらいの感じがしたんだけど、テームズが守備機会の時にね、はい、アキレス腱断裂という、うん、なんかなんとも心痛いというかね、はい、まあ、日本に来るのも楽しみにしてたんだろうし、まあ、日本でねプレーをする、でファームのゲームでも5割打って4本かなホームラン打って上がってきてたんだけど、はい、なんか残念だよな、はい、満を持してやっていった結果、初ね、デビュー戦ということですね。だから心痛いけど、はい、その代わりにウィラーを入れたんだよね、はい、でウィラーが大活躍をして、はい、あの初戦11対14っていうね、うん、まあ、勝利をもぎ取るという、まあ、2戦目は高橋がすごく粘り強く投げてね、はい、勝ったという、まあ、この試合でもウィラーも活躍するし、まあ岡本とか梶谷、丸、まあ、坂本もホームラン打ってるし、だから非常に打線は上向きになってきてるよね、はい、その中でスモークが打線に一人加わり、まあ、テームズが抜けてね、うん、スモークが加わったんだけど、スモークはね左打席の時はすごい期待ができる、はい、スモーク選手スイッチですもんね。そうそうそう、はい、それでねスイッチで左はさすごく柔らかいんだよね、うん、で適応能力がすごく高い、
膝の使い方、ボールの見逃し方、すごくいいよね。ただ走塁に難があって少し足が遅いかなという、うん、渋滞を起こさなければいいなって塁に出てね。なるほど、うん、あと右打席なんだけど、はい、まあヒットは打ってるけど、まあ左よりちょっと落ちるかなっていう、うん、まあ右はそんな数多く見てないからちょっと分かんないんだけどね、はい、うん、だけど左の方がやっぱいいなっていう印象を受けました。はい、はい、まあヤクルトは踏ん張りどころね、はい、巨人はなんかこう打線が乗ってきてる、うん、ね、頑張ってほしいです。はい、はい、では次広島対 DeNA、 はい、はい、10対1、うん、2対13、うん、3対5、うん、広島1勝2敗ですね、うん、はい、まあ森下が1勝するわけだけど、はい、まあここのところちょっと勝ててなかったんだよね。やっぱここら辺で修正してくるっていうあたりがさ、うんうん、なんか修正能力の高さ、まあそういうのをすごく感じたし、まあ森下が投げてる時は広島は絶対負けられないというね、うん、まあ緊張感も伝わってくるようなゲームでした、はい、その後は連敗するわけだけども、まあ、DeNA の方はやっぱ両外国人が打ってくれると、はい、やっぱそりゃ破壊力は増してくるし、はい、得点が取れるなっていう印象が、まあ、あったのと、やっぱ最後にね3対5の試合、まあ山崎康明三島で締めたけどさ、はい、両外国人が打ちその2人が8回9回を締めてくれたっていうことはやっとなんかね落ち着いたゲームになったなっていう印象がしたんだよね、はい、だからこれからちょっと乗っていけるかなっていう感じのする2連戦、まあカード勝ち越したし ね、はい、そうですね、まあこれで乗っていってほしいよね。まあスコアも3戦目は落ち着いたスコアというか、まあ接戦だけどね、はい、まあ、本当は10対1とかさ20対0とか勝つのが一番安心感あっていいんだけどでもこういう接戦を取っていかないとね、はい、DeNA はね、そうですね、うん、勝ち越しました。そう、はい、で開幕投手のこの試合で浜口も勝ってるし、うん、まあ、やっと開幕投手の勝ち星が全員についたということで、はい、まあ、浜口もやっと落ち着いてこれからできるかなっていうね、はい、感じがするよね。はい、うん、で今永もなんかあれでしょ、うん、そうですね、1軍に合流かっていう、うん、ファームで高騰してたみたいだしね。そうですね、うん、で調整している量で、うん、はい、だからピッチャーもだんだん揃ってくると、うん、やっぱ DeNA も落ち着いて野球ができてくるかなっていうふうに、はい、まあ、期待をしてます。はい、はい、じゃ以上セ・リーグはこのような感じです、うん、はい、はい、じゃ次パ・リーグいきます、はい、ソフトバンク対日本ハム、はい、はい、2対73対4、はい、2対1、うん、ソフトバンクが1勝2敗です、うん、ね、はい、ソフトバンクがさ勝てないよね。4連敗 して止めたわけでしょ、はい、でやっぱり先発ピッチャーだよね、うん、問題は、はい、ソフトバンクの投手陣、うん、はい、今2勝が2名ですね、まだ、うん、和田投手、武田投手、うん、この2人しかいないんで。そうなんですね、うん、で防御率も見てみると、うん、まあ、先発投手のみに限った防御率ですが、うん、ソフトバンク4点台、うん、で一方日本ハム3点台なんですね、うん、日本ハム最下位の日本ハムが3点台って頑張ってて、うん、ソフトバンクが今現在2位なのに4点台というね、はあ、まあ、中継ぎの負担が半端ないと思うんだけど、うん、やっぱりこうソフトバンクのピッチャー陣いいって言われながらさ、なんかこう先発が苦しんでるなっていうそういう印象はするよね、うん、まあその結果がやっぱ初戦の7対2、あ、はい、2対7、はい、まあこれは加藤がね、日本ハムの加藤がもう低めに丁寧に投げる投球をして、うん、粘り勝ちというね、はい、で2戦目は伊藤、ドラフト1位の、うん、これ勝たしてやれよって言ってたのが、ようやくもうようやく勝ってくれてね、はい、まあ、最終回危なかったんだけどさ、2本のホームランで、うん、はい、ね、危なかったんだけどやっと勝つことができた、まあ、はい、これでやっぱこう伊藤の流れもちょっと変わってくるかなっていうね、感じがします、はい、ね、ただその日本ハムもいろいろ苦しんでて、中田翔がプロ入り初めての2番を打つとかね、うん、はい、打順の入れ替えをしながら、まあ、チャンスメイクをし点を取ったということなんだけども、うん、これがどこまで続くかねっていうこともあるし、まあ、ソフトバンクの方で言えば
やっぱり先発ピッチャー、先ほど言ったけど初戦の葛西が投げた時にね、はい、11四球と、うん、やっぱり乱調なんだよね、はい、だからこんなにフォアボールを出すような投手陣じゃないと思うし、うん、だからもう少し先発投手陣が頑張らないとどんどん苦しくなっていくよっていうような、うん、そういう3連戦の印象を受けたよね、はいはい、まあ、3戦目はね武田が好投し、うん、まあ一方日本ハムの池田も好投したんだけど、はい、なんか見殺しにするような形で、うん、まあちょっと心が痛かったけどね、はいはい、では次のカードです、はいはい、西武対ロッテ、はいはい、3対1、はい、3対2、はい、2対5、はい、西武2勝1敗ですね。あ、そうだね、はい、まあ、ロッテが3連敗しなかったっていうのが、うん、すごく良かったと思うけど、初戦の上山が8勝利、はい、まあ、非常にね丁寧なピッチングをするピッチャーで、テクニックがあるというかさ、うん、スライダーも2種類ぐらい投げたりだとか、はい、まあ、非常に面白い。で、相手のピッチャーが石川という、はい、まあ、ロッテのエース級のピッチャーに投げ勝ったということは非常に大きいし、はい、まあ、西武とすれば非常に足を使えた攻撃ができたよね。だから西武の大したところはさ、大したもんだなって思うところはやっぱ長打が不足してたら、はい、足を使うとかさ、うん、はい、うん、だから攻撃のアイテムがたくさんあるということね、はい、で2戦目なんかはさ、栗山決勝ホームランというね、うん、まあ、大ベテランがやっぱ頑張るわね、うん、で2000本まであと何本だっけ、68本ですね、に迫るね、はい、近いうちに打つと思うけど、これも楽しみの一つ、はい、うん、で今井が勝ったというね、はい、3戦目は、まあ、ロッテのマーティンが打つとやっぱ強いなっていうことと、で伊藤翔をパッと変えるんだよね松本に、はい、その松本が素晴らしかったんだよねピッチングが、それだけに松本が先発だったら西武の3連勝あったかなっていうふうな思うぐらいの試合だったんだよね、松本が素晴らしかっただけにね、はい、だから非常にあの 3連勝できなくて西武の方は痛かった、もったいなかったけど、はい、まあ、ロッテの方は、まあ、3連敗しなくてよかったというね、はい、そういう試合でした、はいはい、あとロッテの方で怪我を、うん、あ、そうだよ、はい、した田村選手が、ああ正捕手がいなくなったんだよ。これもとても大きな問題ですよね。いや大きいと思うよ。でバッティングでもさ癖もんだしさ、はい、だからいろんなことができる選手で、でやっぱり扇の要ってさいなくなると非常に不安だよね、はい、まあその怪我をした中で3戦目勝てたっていうのは非常に大きかったけど、はい、やっぱ田村が早く戻ってくることがね、やっぱこうチームを落ち着かせるかなっていうふうに思うよね、はい、はい、またこれも心配ですけど、そうだね、はい、はい、では次です、うん、はい、オリックス対楽天、はい、はい、こちらは2試合だったんですけれども、ね、はい、はい、スコアが5対5 0対0引き分け多いな、はい、2戦とも引き分けですね。そうだよ。で田島と岸、はいね、で2戦目が山本則本、この4人が投げ合うっていうことはさ、やっぱ引き分けも仕方ないのかなっていうのを思うけど、うん、はい、オリックスが9回にさ3点初戦ね、はい、3点リードしててミスの連発で3点取られて引き分けるんだよね、はい、あんまり見ない感じのまあそうだよね、はい、ベース踏み忘れとかさ、そうですね、だからまあそういうミスがね重なり3点を取られて引き分けになっちゃうんだけどさ、はい、いやオリックスはね力をつけてきてやっぱ選手も成長してきてるし、うん、こういう試合をさ取りこぼすとさもったいないんだよね、うん、で逆に言えば相手のミスに乗じて、まあ、この前の西武戦フィルダースチョイスがあって、はい、T 岡田が同点打って杉本がサヨナラ打つっていう相手のミスに乗じる力もあるんだよね、はい、でも自分たちもミスをしてなんか勝ち星を拾えないっていうのはさすごくオリックスにとっては初戦もったいなかったよね、うん、もう本当に見ててね残念で仕方がない。しかも9回という、まあそう、まあ、9回だから多分出たのかもわからないけどね、プレッシャーとかもあって、はい、で2戦目が山本と則本、はい、0-0、うん、まあ2人とも見事だわ、うん、久しぶりにね
なんか素晴らしい投手戦を見たというね、はい、そういう印象が残るゲームだったよね。うんだけどねオリックスはねやっぱ守護神を早くちゃんとした守護神を決めないと、はい、やっぱこう一番大事な部分が不安定だとやっぱこういうミスも出るかもわからないよね今後もね。だからただ岸と則本で勝てなかったっていうのがやっぱ楽天にとっては痛いし、でも田島と山本ではオリックスも負けるわけにいかないというね、なんかこう素晴らしい試合だったけど、まあオリックスがね力をつけてるだけにね、はい、ミスを極力なくすようなそういうし指示も出さなきゃいけないし、はい、野球を教えていかなきゃいけないなと思ったよね。はい、はい、まあそういう3連戦でした。まあ3連戦というか、はい、最後は2連戦だけどね、はいはい、投げる打つ以外の部分でもいろいろと気になるポイントがあった、うん、あ連戦でしたね。そうだな、はいはい、では、うん、次のカードね、はい、はい、明日からのカード、うん、4月30日からのカードです。はい、はい、まずセリーグが、うん、巨人対中日、はい、阪神対広島、はい、DeNA 対ヤクルト、はい、はい、いかがですかね。まあ巨人はさ、はい、バッティングが上向きなんだよねすごく、うん、だからまあ中日は投手陣が売りだし、はい、だからここら辺でどのぐらい中日が巨人打線を抑えられるか、はい、まあこういうことがポイントになってくると思うよね。はい、はい、巨人は菅野投手、うん、中日が柳投手、柳、はい、柳も安定してるからね、はい、で阪神戦はさ注目はやっぱ佐藤だよね。うん、月間7本打ってるけど、はい、明日しかないんだよ。そうですね、明日は4月最終日になるんで、うん、だから8本打てるかどうか、はい、これもまあちょっと面白い注目だよね。はい、で DeNA ヤクルトはさ外国人が当たってきてるだけに、はい、やっぱヤクルトも当たってる。そうですね、で横浜スタジアムの球場の狭さっていうことを考えるとさ、なんか花火の打ち合いかなっていう、ホームランの打ち合いかなっていうような気もするし、はい、だからなんか派手なゲームにならないように、うん、投手陣がいかに頑張れるかだよね。はい、もう DeNA は坂本投手、ヤクルトは金子投手、うん、だから、はい、とにかく両チームともバッティングは当たってきてる、うんうん、だからまあ打ち合いになる確率は高いんだけども、はい、まあそこでちょっと投手陣が頑張れば、はい、勝ち星を拾えるというね、うん、まあそういう3連戦になるかなと思うよね。はい、はい、続いてパリーグですね、はい、はい、楽天対ロッテ、オリックス対ソフトバンク、うん、日本ハム対西武、うん、はい、これはね楽天は涌井、田中、早川っていうのが多分投げてくると思うんだよね。はい、でロッテは正念場だよここ。そうですね、この3枚を2勝1敗、うん、もしくは3連勝でいくことになるとぐっと勢いは上がってくるからね、はい、だからここら辺はロッテは根性据えてやらないといけないし、うん、楽天はこのカードは絶対負け越すわけにはいかないという、はい、これ面白いカードだよね、うん、はい、でオリックスとソフトバンク、はい、オリックスがミスしないようにでソフトバンクがやっぱ先発陣に勝ち星がつくようにね、はい、で四球を減らし、はい、先発陣の防御率を上げるということ、まあこういうことの3連戦になるかなと思うよね。はい、はい、で日本ハム西武、はい、ね、まあ中田の2番がいつまで続くのか、うん、まあそういう打線の組み替えはどうするのか日本ハムも注目だし、はい、で西武は札幌ドームだから、まあ、広い球場だけに、はい、まあ、足を使った攻撃をまた仕掛けてくるのかなっていう、うん、まあ、そういうところが見どころかなっていうふうに思うよね。はい、はい、パ・リーグはかなり混戦状態なので。そうだね、はいはい、これからねゴールデンウィークに入ってくるでしょ、はい、日程的に詰まるし、うん、デーゲームも増えてくるんだよね、はい、で故障者もちらほら出てきてるのよ、うん、だからそこら辺やっぱ体調管理をしてね、はい、怪我しないように、はい、頑張ってほしいと思います。はい、はい、また明日から楽しみですね。はい、はい。